こいつは怪物だったと思うわ。マイル短距離区分歴代最強レベル。弟も強そうだったのにな。池添が今まで乗った馬で最強って言ってたからな。スプリンターステークスの最後の足マジで鳥肌もんだったよ。一頭だけレベルが違った。短距離馬なのにあまりにも強いので中距離 G1 に出てきたくらい強かった。待機者トルキュー。マジで花があったな。日本でのマイルの実力は歴代でも1、2を争うと思う。1回目のマイルチャンピオンシップは本当にヤバいと思う。すごく強かったよ。なぜならグランアレグリアだから。当時売り出し中のシュネルマイスターにも勝って引退。アモアイと同じローテでダノキンに負けたのが少し残念。これよな。ビクトリアマイルの前に大阪杯走ってるからアモアイより全然ローテきつくね。今思えばめっちゃ強かった。ルメールイコール安田記念だけ苦手を印象付けたほど強かった。朝日杯と NHK 勝ってやなぁ。という感じ同世代に何度も負けてんの印象悪い。阪神カップのラスト100から半端ない瞬発力見せられたな。この馬1400は最強やと思う。コントレイルオールストロダン。グランアレグリアジェンティルドンナ。電動級4頭はサンデー超え。サンデーはスペとディープだけでしょ。ディープもそうだったけど、後方に控えてるのにレースのペースを作ってるかのような圧倒的存在感。ルメールの使い分けでアーモンドアイ優先されたイメージある。池添で安田記念勝ったのは良かった。強かったことを否定する気は全くないが、スプリンターズステークスは過大評価されすぎ。追走しなかった、できなかったことが逆にうまくいっただけの怪我の巧妙。生えてればディープ後継の筆頭確定。空き点でエフフォーリアとコント相手にあそこまで食らいついてったのは見事だった。ババ、芝、スナフモンの待機シャトルが一つ抜けて最強。次はグランアレグリアだと思ってる。もう一回こんな馬みたいなって思うぐらいには強かった。ほんのちょっと弱くなった待機シャトルって印象。2000に関しては阪神2000で大雨、空き点は全盛期エフフォーリアとコント相手っていう正直運の悪さもあるから一概には否定できん部分はあるけど、地味にマイルの敗戦もそこそこ多いから、その分若干待機シャトルに落ちるかなと思う。スプリンターズステークスの末足は化け物だと思ったな。タイムはそこまでじゃないんだけど、あそこから届いたのは衝撃だった。2020の安田記念のメンバーが相当ハイレベルなのにもかかわらず子供扱いできるくらい強かった。一番すごいレース上げるなら、少し仕掛けただけで5馬身差をつけた阪神カップかな。2020マイルチャンピオンシップなんてインディチャンプが完璧なレースしたのに、ラスト100メートルぐらいで無期3発入れて、あっという間にかわしたもんな。マイルなら待機シャトルやモーリストも遜色ないレベル。海外行ってないのは残念だけど、で、牝馬だったら頭一つ抜けて強いと思う。相手関係にもよるのは理解してるけど、グランがビクトリアマイル、安田の連勝ができなくて、ソングラインがビクトリアマイル、安田の連勝できたのが謎。ビクトリアマイル、安田のローテは20年のアーモンドはドバイ現地ドタキャンの急遽の失踪で、21年のグランはビクトリアマイル後に、蹄割れてたからな。まあ、ソングラインが丈夫なのはそうだが。感覚詰めて走れるかどうかは絶対能力とはまた別ってことでしょ。グランはあんまし詰めて使われてた馬じゃなかった。待機シャトルがスプリントマイルの検証馬ハードル上げまくったからな。国内的なし海外 G1 制覇まで戦闘検証馬な連死グランがこれから検証馬なるには繁殖でなんか、とんでもない馬産むしかないやろな。なんだかんだで中距離でも可能性は感じた。ことグランアレグリアに乗るルメールはうまいよりも微妙と言われがちだったと思う。そもそもルメールがマイル以下得意じゃなさそうなのがね。まあ藤沢先生がマイラーで空き点狙える最後の馬だったよね。女待機者取る。言ってもしょうがないことだが、3階級制覇するなら周華賞が一番取りやすかったよね。とりあえず1回も掲示板外れてないのは普通にすごい。1回目のマイルチャンピオンシップがあまりにも強すぎて笑っちゃったんだよね。あんなんで勝てるならマジで終始全壁にでもならん限りマイルでは負けんでしょって。ディープ3区で一番加速力があったと思うタキットが偉大だったのかな。時代が違えば空き点勝てたんじゃないかと思う。それはそれとして高松の宮勝つ姿やドバイで走る姿が見たかった。香港で見たかった。池添と一緒にルメールアモアイに突きつけるの好き。スプリンターズステークスの最高峰からごぼう抜きしていく末足好き。馬娘から競馬を見始めた自分は、2020年のスプリンターズステークスは動画で見て、スプリンターズステークスは追い込みが強いんだな、と理解した。グランアレグリアが強いだけだった。CT 刀だけ2200は明らかに短いな。スプリンターズステークスも前が突っ込んで死にそうになってたからさせたって感じだし。まあとはいえ馬身差つけてるから普通に強いが、圧勝になったのはペースが向いたからだけど、勝ったのはグランが強かったからだよ。
言うて高松の宮であともう少しまで迫ってたし普通にスプリントは勝てるよ。短いのは確かだが。スプリンターズステークス能力だけで勝っただろお前。一回目のマイルチャンピオンシップはあそこから抜けて勝つと思ってたやつ多分いなかったろうな。自分はこれは終わったなって思ってた。VS ゴールデンシックスケと VS ロードノースは見たかった。とんでもなく贅沢を言うなら VS バーイードも見たかった。インチャダのスマモだけどタンマの強豪を抑え込み続けてた強さは今の群雄割拠っぷりを見ると、やっとエグかったんだな。ファンタジーに乗ってた川田が初戦で負けを悟ったという話が好き。こいつが強すぎたせいでビクトリアマイル、安田の連覇はきついとそんぐらいの頭の馬券を買わなかったレベル。結局連戦に耐えられるかとレースパフォーマンスは別の要素だからね。グラントアーモンドアイはビクトリアマイルでアホみたいに圧勝した反動もありそう。ソングはビクトリアマイル余裕残しで勝ったのが連覇に繋がったのかなと思ったり、グランアモアイの化け物じみたビクトリアマイルももちろん好きなんだけどね。ソングの前にビクトリアマイル安田達成した大間さんはビクトリアマイル史上最大着差だからその理論はあれじゃないか。まあ頑丈さと単純な強さはちょっとベクトル違うよね。中距離挑戦しなかったら G17 勝以上いけたよな。まあ正直高松の宮は勝ってたんじゃねえのと思ってしまう。3階級制覇より短距離マイラーとして史上最強論争の一角になるくらいの成績を残して欲しかった。実際の成績も十分やばいけど。戦ってきたメンツを考えると普通にグランが最強だと思うけどね。アモアイを圧倒した安田記念とか。歴代最高やろあれ。あんなん二度と見れんよ。20年の安田記念を見た上で藤沢調教師はシャトルが上と言ってるけどね。21年6月3日放送のグリーンチャンネル。トレセン丸ごと情報局、より、藤沢厩舎といえば過去に待機シャトルという名馬がいましたが、グランアレグリアと比べていかがですか？藤沢和夫調教師、彼が男の子で素晴らしいスピードがある馬で、外国でも不良馬場でもどこでも走れる馬、だったんで、彼と比べるとかわいそうですが、スピードは負けないくらいあるんで頑張ってくれると思います。まあ世界を制して帰ってきてからでもぶっちぎったからな待機シャトルは。国内最強マイラー論争常連レベルの馬をかつて育て上げながらも様々な理由で中距離に行かなかったことを心残りにしていた名伯楽のもとに神様がくれた贈り物だよね。国内最強を争えるレベルのマイラーの中距離への挑戦は結果的に前線止まりではあったけど無謀ではなかったことを証明してくれた。京都で仮に走ったらどんなだったんだろうなと思うことがある。やっぱ阪神ほどは強くない。秋天はまあメンバー次第では勝てた年もあるかなって感じはするけど、あの年の前に東には何回やっても、勝てないかなって感じもする。ディープサンクが京都得意めなイメージのせいでプラスかはともかくマイナスに作用することはないんじゃないかとは、思う。スプリント、マイル路線での強さとか、中距離への挑戦とか、当時のファンが日本ピローイナーを、どんな風に見てたのかが少しわかるような気がする。そういやどっちも秋天で三冠馬相手にしてるのか。大歓声って名前がかっこいい。小馬時代にコロナ禍のせいで大歓声受けられなかったのが、すごく来るものがある。それで最後の最後で大歓声を浴びるのがエモい。あんまり勝った馬のグローになるからいいことじゃないが、ダノンファンタジーではグランに勝てない、と感じた、のは視線が本当に言ったからな。牝馬で勝つのは実際無理やろ。グランの負けレースになるからここで話すのは微妙かもだけど、その視線が同じダノンの馬で最後に一矢報えるの好きなんだよな。スマッシュキングリープレミアムファンタジーのダノン40子がボコボコにされる中で最後の最後に、マイルで土つけたのがキングリーなのは熱い。ディープサンクで一番怪物だと思ってるシンプルに足が速い。派手な勝ち方してくれることも多々あって見てて楽しかったな。最初から最後まで強かったよね。グランアレグリアにとっての2020年スプリンターズステークスは完全に残り200メートルだけのレースでしたね。最初の1000メートルを後方で追従して、残り200メートル地点でこのレースが1200メートルのレースだとたった今思い出した。かのように一気にギアを上げて全場を差し切っていく。グランアレグリアのレースの中で2020年のスプリンターズステークスが一番見てて気持ちいいレースだと私は思います。ほら行くぞ、ペシン。からの加速じゃねえよほんと。短距離路線、ダノンスマッシュ。マイル路線、アーモンドアイ。インディチャンプ、アドマイヤマーズ等々。中距離路線、コントレイル、エフフォーリア。あの時代に G16 勝はヤバすぎていき。2歳の頃のジャジャウマっぷりを思うと2000でもそれなりに折り合えるようになったのはマジで厩舎の努力を感じるよ。